一後手赤岩選手です。最終の準優勝戦12レースインから堂々仕切って、直前のガマゴーリ優勝からの連続優勝です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。優勝候補筆頭の前評判通り、もう初日から危なげない圧巻の走りを連日披露して、予選は8戦6勝でオール3連隊シリーズリーダーです。ここまで振り返っていかがでしょう。そうですね、もう前件もらった時は相当ひどかったんで、中間も入ってないし、まあ、 まずい、まあ相当下がってたんでね、まあまずいことになるなと思ったんですけど、まあ急いで整備して治りました。もう満足のいく仕上がりでしょうか。そうですね、あの日に日に良くなってると思います。当たってきていると思います。最終日はさらにどうされますか。あ、もうあのプロペラの方向性も決まって焼き入れてたんで、もうあとはプロペラの調整だけでエンジンはもうパッチリです。はい、もうますます期待がね高まります。一、えー、号艇です。一応念のためコースはどうでしょう。もうインからしっかり、はいえー。ビアコのスタートはどうでしょうか。 今、まあ、あの関東あってるんで？はい、チャレンジカップも気になりますが、もう直前のガがま氷からの連覇、そして準地元の琵琶湖での大活躍を期待しております。メッセージお願いします。そうですね。あの、本当に地元だと思って走ってるんで、しっかり琵琶湖でここで優勝してチャレンジカップ決めたいと思います。おはようお願いします。2>, 2号手浜崎直也選手です。2つ目の。 11レースの準初戦インから押し切って直前の常名目そしてビアコも前回優勝について連続優勝ですおめでとうございますはいありがとうございます、えー、予選は8戦5勝の好成績で2位通過でした、はいえー、モーター37が先月中間整備が入ったようでこのモーターも連続優勝です全、はいえー、期民から手応えありましたか そうですね前傾もらったまあ伸び方、うん、伸びよくてちょっとターン回りロスしてるかなと思ったのでそこだけ直しに行きました、はい、もう満足のいく仕上がり具合なんでしょうかもうーんちょっと乗り心地とターンの使用を琵琶湖の前回の優勝が2年前で予選8 0 0 5勝オール3連敗、はい、イン逃げ優勝ということで琵琶湖とは相性良さそうですがどうでしょう。 そうですね。一時悪い時期もありましたけど、まあ会えばまあこんな感じで点数取れるのかなと思います。はい、期待が高まります。はい、さて、2号艇です。コースはどうでしょうか？まだお亡くなりですね。はい、今、はい、節のスタートはどうでしょう？スタートはまあダッシュよりスローの方がしやすいかなと思います。はい、では今年 v2。そして琵琶湖連覇を狙ってください。メッセージお願いします。はい、最後まで諦めず一生懸命優勝狙って頑張ります。応援よろしくお願いします。 3号艇、平見選手です。最初の準優第10レース、インコースから0、2位のトップスタート、堂々押し切って、優勝一番乗りです。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。えー、予選はオール3連隊で3位通過です、えー。ここまで振り返っていかがでしょうかそうですね。あの、よくやれてるなと思います。はい、えー。ここまで、ま、あの、6回優勝されてまして、前回の優勝がここ琵琶湖、ビアコで、昨年は2月の優勝戦3号艇、 こちらもやっぱり06のトップスタートからまくり刺しということで、えー、今回も3号艇なんですけれどもね、えー、どうですか、相性良さそうですね。そうですね、相性はいいと思います。はいえー、あとはもう、最終日、整備調整、どうでしょう。もうかなりいい足はしているので、もう本当に最終日、気温とか気圧に合わせた微調整ぐらいでいいと思います。はいえー 重要のスタートが0-2でしたが、これはもう自信のスタートだったんでしょうかいや、気持ちで行っちゃいました。優勝戦も気持ちでどれぐらいを目標にまあ、あんまり早く行ってもあれですけど、0台入れば完璧かなと思います。なるほど。はい。はい、では、今年初優勝、そして、ビワコ V2 を狙ってください。メッセージお願いします。はい。えー、前回の再現ができるように、えー、一生懸命走って優勝したいと思います。 四号艇、柳田選手です。準優第十レース、二コースから鋭いゼロ二のスタート2、二着で。直前中止の江戸川を挟んで、これで五連続優勝です。おめでとうございます。ありがとうございます、えー。連日外からでも大崩れなく、安定感のある走りで、予選四位からの優勝です。ここまで振り返っていかがでしょう。はい、あのー、バランス取れていい足してると思います。最終日はさらに何か整備調整なさいますか。 はい、お腰足とかがちょっと微妙になる時があるのでそこをしっかり合わせたいと思います。はい。えー、さて今年まだ優勝ないんですけども、去年一昨年は十十一十二月の終盤に入って優勝する傾向なんです。これは何か理由とかわけあるんでしょうか。いや特にないです。冬場強いとかそういうわけ。そういうわけでもないです。はい。はい、でもねその、えー、傾向にのっとって頑張っていただきたいと思います。さああとは四号艇です。コースリーどうでしょう。 はいもう枠なりでいきたいと思いますはいスタートは準優02でしたが見えてますかいやえっと内側の方がちょっと行きやすいんでしっかり外からも行けるようにしたいと思いますはいでは今年初優勝を狙ってくださいメッセージお願いしますはい一生懸命走ります応援してください五号艇吉島選手です準優11レースの二コースから追撃振り切って二着で琵琶湖は十一年ぶりのリーですおめでとうございますありがとうございます 予選は7戦6回連絡みで終盤は2連勝と調子を上げてきた感じがあるんですけどもご自身どう,どうでしょうコン今生はもうエンジンのおかげだ,だと思いますさらに何かもっと上乗せしたい足はありますかと日によって乗り心地が違うのでそこだけ合わせてレース行きたいです、はい、さあ,あとは5号艇ですコースリーどうでしょうかと乗りやすかったらコース えー、5コースから展開つけると思いますスタートもコンマ1台と安定しているようですが、ね、いかがでしょう、えー、エンジンのおかげですははい、ではそのエンジンパワーもね期待したいと思います今年初優勝そして美和子も初優勝を狙ってくださいメッセージお願いします頑張ります6号艇佐々木選手です最後の準優1エス2着争いセリカって美和子久々の優勝ですおめでとうございますよろしくお願いします、えー、予選は6コースからのレース以外は3連帯で6位通過 モーター41がビナちゃんモーターということなんですけれども、手応えとか、いかがでしょうエンジンはですね、もう全然、えー、と触ってないんですけど、はい、あとはじゃあ、もう最終日は触らずに、ペラの微調整ぐらいなんでしょうかね、まあ、ペラもね、触ってないんで、そうですね、もうジルトとかで、はい、やってますけど、じゃあ、あここまではそのパワー面ではほぼ満足のいくということなんでしょうか。そううですねもう はい、はい、分かりました、あとは本番、えー、6号艇です、コースどうでしょうか6コースですね、はい、はい、今節のスタートはどうでしょうかスタート、そんなに早いのは言ってないんですけど、まあそれなりにはって感じだと思うんですけど、はい、はい、では最後、ファンの方にメッセージお願いしますえと明日も一生懸命走りますので、えー、よかったら応援してください。